何はともあれですね、もうね、献立を毎日考えるのがめっちゃ大変なんですよ。これなかなか、なんかこう料理を作ってると、もう何って言われたらもう何にしようかなって、献立で何がいいって言っても何でもいいって言われて、もう献立考えなきゃって思うことが結構毎日ストレスになってたりとかするんですけど、まるっとカリッと今回ですね、じゃーん、三つ星ファームの方から送っていただきました。私は産後なんですけど、産前産後にめちゃくちゃ良さそう。見て、なんていうのかな、人間だったら顔じゃないですか、ここは。三つ星、この商品の。かわいい、すごい、なんか、デザイン。かわいいですね。いい感じ。あと、すごいこう、コンパクトですね、結構。どんな感じなんだろう。三つ星ですからね。楽しみー。ありがとうございます。まるっとカリッと！ちょっと今からやっていきたいと思います。レンジでできるんだって。サクサク。出来上がりました。美味しそう。いただきたいと思います。っていうか、レンジで5分ですよ。簡単。で、私最初に一番初めに目つけたのが、エネルギーがすごい低い。一食食べるってなると500カロリーとか、まあ、580とか600とかっていうのを、多いんですけど、油っぽいものとか、結構こう、ボリュームがあるもの。でも、これもエビチリとかだと273カロリーだし、この酢豚なんて、もっと高そうだけど255カロリーだし、ふんわりカツ、これも264カロリーなんですよ。私はそこにちょっと今びっくりしてる。あとはもう、正直なこれ、味の問題あるじゃないですか。だからどんな感じなのかなっていう。ちょっといただいてみますね。何がいいかな。じゃあ最初にふんわりカツにから。わあ、サクって言った。あ、なるほどね。柔らか。いただきまーす。まっ。美味しい。本当にレモンが。ほんと、レモンが花なんじゃないかなってぐらい。レモンがすごい。わ、爽やか。で、カツも柔らかいし、肉が。この、カツになんて卵も入ってるんですけど、この卵もすごい、なんていうのかな。このタレの味？タレと卵と、このカツがめっちゃ合ってます。めちゃくちゃ美味しい。何これ？ちょっと、この近くにいる友達も食べていますね。ジューシー、うまっ作りたてみたい、本当に美味しいよ。シャキシャキ、野菜が甘っ、野菜これ多分だから1個のおかずだけど、これもボリュームあるじゃないですか。で、こう小さいおかずがこう種類が違ってついてるから、これは栄養取れると思うな、すごい。ていうかね、こんなにコンパクトの中にこんなに入ってるんだって感じ。すごいですね。ちょっと、エビチリもいただいてみます。ちょっと贅沢食べよう。エビチリ私ね、エビチリには本当に私うるさいんですよ。エビチリ大好きだから。いただきます。うまっ。いや、エビももちろん美味しいですけど、この本当に、なんていうの、タレがめちゃくちゃ美味しい。これご飯にすごい合うし、あとエビが新鮮ですね。今本当に出てきたんじゃないかなっていう意味から。それぐらいの、エビの新鮮。あ、玉ねぎも甘っ。美味しい。野菜も、なんでこんな全部美味しいんだろう。あ、こっちとやっぱあと、この、ここのある副菜が違いますね。うまっ。
やばい、止まらなくなってきた。本当にシャキシャキ、野菜がなんでなんだろう、固まってて冷凍してるじゃないですか。でもだからだ、多分こう作った時に、作ってすぐ多分冷凍して瞬間、なんていうのかな、瞬間冷凍するのかな。だからこんなにうまいのが詰まってるのかしら。あとはやっぱりこの本当に一流の味じゃないですか。なんかこうシェフがやっぱりこう全部のこのメニューを監修してるっていうのもそうだし、これ外で美味しいレストランでこう食べる料理だし、なんかこれをなかなかこう自宅で食べれないと思う、こんな美味しいのは。じゃあもう一個食べてみますね、酢豚。これは酢豚、黒酢とリンゴ酢で優しい甘さのマンゴー酢豚です。ちょっといただいてみます。ちょっとマンゴーと酢豚って合うの、私初めて食べます、マンゴーと酢豚は。いただきます。うまっ、柔らか。今ちょっとうますぎて足痛くなっちゃったんですけど、うまっ、おいしい。マンゴーも本当に取り立てなんじゃないかなってぐらい甘くてとろとろ、合いますね、酢豚と。なんでめちゃくちゃ美味しいんだけど、これちょっと副菜を。美味しい、この春雨も。いや、この副菜をさ、副菜これ全部違うの、これ種類多分。うまっ。で、全60種類あるんですって。60種類ですよ、種類。到底考えられないよね、普通に料理しててとか。あとはこう、献立を毎回考えなきゃいけないし、正直例えばエビチリだってエビチリとかだけじゃ出せないじゃないですか、家でご飯って。例えばこう栄養のこととか考えたら、青菜とかこう野菜もそうだ、青菜っていうか野菜もそうだし、全部この細かく入ってるこれとかを作るのだけでもめちゃくちゃ時間かかるし、これ作るのすっごい大変だと思うの、家で。カツだって自分で揚げて本当に時間かかるし、そんな正直時間がない人が作れないです、カツ。だからってなると、なんかとんかつ屋さんが時間がすごいあるみたいな言い方になっちゃってるけど、それはちょっと違うんだけど、でも本当にこんだけの種類を、まだ私これ3個しか食べてないけど、今うちの家に14種類あるじゃないですか、まあ、全部違う種類じゃないですか。だからそれも自分で作るのは大変だし、いやこれはびっくりした。この体型見たらわかるのが、もうすっごい食べるの好きなんですよ。だから結構味はうるさいというか、だからこんだけ、ちょっと美味しすぎてびっくりしちゃってるよ私。こんなになかなかできないですね、この手間がかかる料理は特に。いや、あとは冷凍で保存できるし、賞味期限がすごい長いんですよ。あとこのクール宅急便で来るので、多分こう美味しさをこう出来立ての鮮度のままギュッてこう届けてくれる、閉じ込めてくれる、ギュッて閉じ込めてそれを届けてくれるから、こんなに多分作りたてみたいな、本当にこうシェフが誰か後ろにいるんじゃないかなと思うぐらい美味しい。びっくりしてます、ちょっとこのクオリティの高さにびっくりだし、なんか私の料理って今まで何だったのかなって思うぐらい美味しいですね。だから忙しいんですよ私、本当になんか育児で疲れてるし、栄養も偏っちゃうし、でこれだったらもう本当にこの一つでこんだけいろんな野菜入ってるし、で味も本当に美味しいの。なんかなんていうのかな、とにかく入れとけばいいみたいな弁当たまにあるじゃないですか、で食べてみたら美味しくないみたいな、うーんっていうのがあるけど、これは全部私全部食べたけど全部美味しかったし、この細かくこういう風に刻んだりとかするのもめんどくさいから、そう考えると本当にこう忙しい人には特にいいし、こんだけ栄養素が高いとバランスがマジでいいですね。私これ現役の時にも知りたかったな、あったら。あとは産前、私も産前の時とかも結構このなんかいろいろ制限しすぎて栄養が偏っちゃったんですよ。体重は増えなかったんだけど、でもこの制限しながらも こういうなんていうのかな、一食これで食べたらすごい栄養バランスもいいし、
美味しいし、バランスいいものってなんかこうなんかどっか欠けてる感じするじゃないですか。でもこれはバランスがいいけど全部味もめちゃくちゃ美味しいし、いやこれはちょっと本当にびっくりですね。これね、ちょっとなんかよく中華料理でチャーハンが美味しい店はうまいって言うじゃないですか。なんかその感覚ですもんね。全部が美味しいのよ。なんかこうなんかちょっとでも美味しくないのがないっていうか、全部が美味しい、びっくりするぐらい。本当にこの一流シェフの人には会ったことはないけど、一流シェフが本当に作って全部このね料理を監修してるので、その一流シェフが作ったものを本当お店の味をそのまま食べれる、この一つに入ってるというか。そう、あとはもう本当にご飯作るものとしては献立を考えなくていい、食材を買いに行かなくていい、何を使うとかってもそうですけど、買い物に行かなくてもいいじゃないですか。でこれだったら 家の中にねいたら別に家の外で何が起きてても簡単に食べれるし、栄養もあるし、これはこれは今までなんで知らなかったのかなっていう感じですね。わー、これはちょっと、はるか上というか、だいたいこんな感じだよねって思ってるのとか、大間違いだと思ってる。このぐらいレベルがめちゃくちゃ高いです。初めてかも、こんなに美味しい冷凍の、冷凍ですよ、冷凍のお弁当。冷凍のお弁当ってでも冷凍じゃなくて本当に作りたてみたいに思う、それぐらい美味しい。最高ですね。やっぱりこう献立ですごい悩むんですよ、毎日何しようか。で家にいたら朝昼晩何作ろうかっていうのも考えるし、で普通に仕事してる、しててもしてなくても、もう献立考えるのって本当に大変なんですよ。まずそれを悩まなくてもいいじゃないですか。レパートリーがまず増えるでしょ、こんだけたくさんの全然違う種類を食べれるからっていうのもそうだし、だからそういう献立の悩みがすごい解消される。あとはやっぱりこう、私もそうだけど、カレーライスだってカレーライスとかって作ったら、もう毎回毎回それね、簡単とか、なんかいろいろこう自分が作るリズムができてきたりとかすると、毎回同じもの食べるからマンネリ化しちゃうじゃないですか。いや、そのマンネリ化もないじゃないですか、こんだけ種類が違うと。本当にいろんな、多分人間で生きてる間に、普通に生きてるだけでも忙しいんだけど、例えば仕事したりとか家事したりとか、赤ちゃんだったら子育てしたりとかっていう中で忙しいんだけど、ちゃんとした料理を作りたいってなるじゃないですか。これだったら本当にレンジで簡単にちゃんとした料理が作れるし、栄養も偏らないから、体にもいいなと思った。あとはそのこれ時短になるので、時短になったらその他になんか自分がやりたいことだったりやらなきゃいけないことができるかなっていうのとか、私だったらこう育児の合間にこのなんていうのかな、これ1個で食べれるじゃないですか。だからこれも結構こう早く食べれるかなっていう。あと本当にこう栄養バランスがいい。そうですね。だからあとはもう忙しくて疲れてる日で、もう何にも家に帰ってやりたくない時に簡単にできると助かるし、時間と美味しさが手に入るって相当だと思うんですよ。なんかこう早くできるものって、なんかそれなりに、なんかこう、未完成なのかなとかっていうところが、私は結構、なんていうのかな、思っちゃうんだけど、こんだけ美味しかったら、時間、もっとかかってもいいよねって思うぐらい。それぐらい、こんだけ早くてこんだけ美味しいものって、逆に他にあるのかなっていうふうに思ってますね。あとは、今育児してて、例えばご飯作るっていうことがなかなか難しい中で、例えば本並さんに、旦那さんにご飯を作るってなった時に、もう1個とかしか作れないんですよ、おにぎりとか作るってなってもね。これだったら自分でできる、本並さんが、それすっごいいいと思うんですよ。だから今育児の時もそうだけど、例えば私が仕事に復帰した時に本並さんが家にいてご飯食べるってなったら、今まで私作り置きしてきたんですけど、それも本当正直めんどくさいんですよ、大変だし、で手間もかかるし。そうなった時に、こんだけちゃんといろんな種類が入ったお弁当を、栄養バランスもあるし、だからそういうことを考えると、これを簡単に自分で作れるっていうので、これいいなと思いましたね。作り置き しないで、これだけ渡してチンして食べて、で作り置きするやつよりも絶対美味しいじゃん。いや、それはすごいいいなと思いましたね。今日がすごいいい日になった、それぐらい。なんか全部のことを解消してくれるんじゃないかな。なんかこう悩み、家事っていうか、そのご飯のこの労力、手間でしょ、買いに行く
こともそうだし、すべて、もう料理って大変じゃないですか。好きですけど本当に大変だし、こんだけ時短で美味しいもの食べれるんだったらもう料理したくないってなっちゃうもんね。私両親がいるんですけど、両親もできるじゃないですか、レンジでチン5分。難しい複雑なことはできないけど、そうだからこれはすごいいいですよね。野菜とかもちょっとでも多く取らないとなって思うと、なんか例えばピーマンとパプリカととか、まあ、いろんなもの買ってこなきゃいけない。刻む時間、炒める時間で、フライパンも何個も使わなきゃいけない、その都度片付けなきゃいけないし、もうそんなこと考えると本当に頭おかしくなりそうなぐらい大変なんですよ。だからそれを全部もかこう解消してくれるっていうのがこの三つ星ファームなんですね。確かに、ただ三つ星だったら足りないよねって思っちゃうかも。3つは確実にあるんだけど、もう本当5つ3つってあげたいぐらい私はすごい満足でしたね。美味しかった、すっごい。今回私の動画で紹介した全14品の商品が入ったお試しセットが、期間数量限定でなんと初回 51% オフで販売されます。なので1食あたり587円で購入できちゃうみたいです。そしてさらに今回はデザートにチョコブラウニーもついてくるみたいです。今回期間&数量限定&初回送料無料キャンペーン中とのことで、全14食のお試しセットをご注文された方には2回目以降もお得でずーっと 39% オフでご購入できちゃうみたいです。この機会を逃さないよう概要欄にある URL から詳細をチェックしてみてください。いや、今回三つ星ファームを利用させてもらってですね、いや本当に大満足でした。本当に簡単、そして毎回頼まなくてもいいじゃないですか。もう一気に例えばこう14個来るっていうのもそうですし、あと何はともあれ私は味がすごい美味しかった。見た目もすごい良かったし、味も美味しかったし、でなかなかこう家で自分で作るってなると、こんなに細かくはやっぱりできない。栄養も偏っちゃうし、特に今忙しい状況なのですごい助かったかなっていうのもあります。私最初やっぱ三つ星ファームって聞いて、なんか三つ星ってちょっと怪しいじゃないですか。なんかそんなに星取ってんのみたいな風に思ってて、なんか結構高そうだなみたいな感じはあったんですけど、やっぱこういう例えばサービスってなんか年会費だったりとか、入る時にお金がかかったりとか、あとねキャンセルとかのお金もかかったりとかするのかなと思ったんですけど、それも全部無料だし、頼まなかったら別にお金かからないので、それもすごい安心だなっていう風に感じたのと、これからやっぱこう自分で料理する上でもやっぱこうレパートリーがすごい増えたかなっていう風に思いますね。私は多分当分この三つ星ファームさんで生き延びていきたいなっていう風に思いましたし、産前産後はもちろんなんですけど、こう忙しかったりとか、やっぱ主婦の人ってすごい忙しいと思うので、これはやっぱこうね体験してみなきゃわからないことだけど、まあ主婦の方だけじゃなくて、本当にこうバリバリ働いてる方もそうですし、みんなもうね本当に大変な時代なので、もうご飯をね効率よく栄養も取れて、美味しくて見た目も良くて簡単でっていうのが一番じゃないですか。なのでぜひ皆さんも三つ星ファーム試してみてほしいなと思っています。本当にこれはねおすすめですよ。今こうもういちいちって出ちゃうぐらい、この本当におすすめしたいなと思っています。私もこれからも続けていきたいなと思っています。